天皇寺区の南東部を皇区としている。公明の清和は学校近くにある四天皇寺を建立した聖徳太子の生徒聖徳太子が制定した17条憲法の和をもって唐しとなすの和を組み合わせて命名された。学校周辺にはかつて桃畑が広がり、地域は桃山と呼ばれていたことから、唐招は桃の花をデザインしたものとなっている。 1909年に大阪市天皇寺第四尋常小学校として現在地に開校した。開校の際、既存の天皇寺第一小学校、天皇寺第二小学校、天皇寺第三小学校の3校の校区を再編し、3校より児童を編入している。その後、周辺校の開校に伴って校区を再編している。1913年の天皇寺第五。 尋常小学校の開校の際、従来の校区の一部を天皇寺第五小学校校区へ分離するとともに、従来の天皇寺第一小学校校区の一部を東高校区へ編入する変更を実施した。また1921年には、従来の天皇寺第四尋常小学校の校区を分離する形で、天皇寺第七尋常小学校が、 現在の寺田町駅の北西あたりに開校した。1934年9月21日の室戸台風で校舎に被害を受けた。復旧までしばらくの間、天王寺区から菅津寺町、旧大阪商業学校跡地に仮校舎を置いた。1939年には天王寺地域の学校について、従来の天王寺創立順の番号での公明をやめて、 一斉に解消することになった。これに伴い従来の天皇寺第4、尋常小学校は、大阪市清和尋常小学校へと解消している。また、天皇寺第7尋常小学校は、大阪市川堀尋常小学校へと解消した。1941年の国民学校令により、大阪市、清和国民学校に解消した。 また、川堀尋常小学校は川堀国民学校となった。1944年以降学童疎開が実施されることになり、天皇区の国民学校では、大阪府東部及び奈良県への集団疎開が指示された。清和国民学校では、奈良県吉野郡吉野町へ、また川堀国民学校では、吉野郡下市町へ、それぞれ疎開を実施している。 1945年の大阪大空襲では、航空一帯が被災し甚大な被害を受けた。清和国民学校は1945年3月13日の第1次大阪大空襲で、校舎半昌の被害を受けている。また川堀国民学校は6月15日の第4次大阪大空襲により全焼している。 終戦後の1945年9月より授業が再開されることになった。近隣の天皇寺、川堀の両国民学校が、清和国民学校の焼け残った校舎を借用する形で、3階建ての校舎を1階ずつ区切って使用し、3校同居して授業を実施した。大阪市では、 翌1946年4月1日付で、戦災で被災した国民学校の整理統合を実施した。校舎を消失した学校や、校舎は焼け残ったものの校区に、大きな被害を受けて、児童数が激減した学校を休校として、近隣の学校に統合する措置を行った。これに伴い天皇寺、川堀の両国民学校は休校となり、 清和国民学校に統合されている。学生改革により、1947年に大阪市立清和小学校となった。その後地域の復興により、旧天王寺国民学校後に1954年より文校を設置し、翌1955年に大阪市立天王寺小学校として正式に再開している。 一方で川堀国民学校は再開することなく廃校となった。ありがとうございます。